皆さんこんにちは。背景イラストレーターのアリです。今日も楽しんで描く背景イラストやっていきたいと思います。このチャンネルは iPad を使って背景の描き方や風景の描き方だったり iPad のアプリの紹介をしているチャンネルになりますので、興味がある方はぜひチャンネル登録よろしくお願いします。さあ今回なんですが、今回ですね、一点通しのおすすめ練習方法を紹介していきたいと思います。背景イラストですね、やはりこうパースっていうのは避けて通れない道なんですが、こう透視図法の使い方は分かったけど、これどういう感じでこうイラストにね、活かすような練習をすればいいのかなとか、そういうのをね、迷っている方、まあ、初心者の方ですかね、主に、におすすめの練習方法となりますので、まあ一点通しできるよ、なんとなく分かったけどどうしたらいいか分かんないって人はですね、最後までぜひ見て、一点通しの練習をして書けるようになってみてください。それでは早速やっていきましょう。はい、それではですね、今回は一点通しのおすすめ練習方法なんですが、一点通し自体はですね、概要欄の方にリンク貼っておりますので、まだ一点通しもわかんないよって人はですね、ぜひそちらの動画を見ていただけると嬉しいです。で、一点通し、どうやって練習しようかなって練習方法にね、悩んでる方はぜひ今から、この先もね、見ていってください。はい、それでは、パースの勉強にですね、おすすめの一点通しっていう、ここに書いてある通り、パースを最初始めてですね、やっぱり一番最初に書くのって一点通しが多いんじゃないかなと思います。やはりですね、一点通しっていうのが一番書きやすい、単純な感じで、理解しやすいですね、パースになってますので、やはりそこから入る方が多いかと思います。で、一点通しはですね、かなりいろんなものが書けてですね、僕はかなり好きな透視図法なので、いろんな透視図法をなんとなくね、分かってきたなとか思っててもですね、一点通しでやっぱりイラストを描いたりすることも多いです。それぐらい僕はおすすめなんですが、そんな一点通しでですね、イラストを描く上でどうやってね、練習していけばいいのかって話になるんですが、まず、やっぱり一点通しでね、何がいいのかっていうと、アイレベルと VP、小数点って言われるところですね。目の高さと小数点っていうので設定しやすい。まあ一箇所にポンと押せばね、できるんで、まあ、そこがまず取っかかりしやすいよっていうところですね。で、線が少なくて理解しやすい。まあ一つの、その小数点から線をね、こう引っ張っていくんですが、これが2点通し、3点通しってなるとですね、もういっぱいもうぐっちゃぐちゃに線が引かれるので、線がね、いっぱい多くなっていくんですね。なので、線が少なくてね、理解しやすい1点通しがおすすめになります。やっぱり一番最初に習うもの、まあ、教本とかもね、やっぱり一番最初1点通しからだと思うんですが、そのパースの取り掛かりとしてね、かなりベストな、まあ、基礎的な通し図法になりますので、まあ1点通しはおすすめになります。で、まあ、作画のポイントとしてはですね、これはもう一点通しやってる方はもう分かってるかと思いますが、アイレベルっていうのは目の高さだよとかね、VP っていうのは見たい角度で考えてあげるといいです。例えば正面からだと正面に置いて、右から見たいんだったらね、ちょっと左側に設定してあげたりとか、あと右の方を見たい場合とか、あと縦の線、横の線はね、90度、水平垂直で書いてあげましょうとかですね。あとはサイズ感。これ特に大事ですね。室内とかですね、そういう建物とかを書くときは、その人の高さと、この机の高さどれぐらいかなとかね、そういうサイズ感っていうのを非常に気にしてあげると、よりリアルな、ね、イラストとして完成度の高い一点通しを書けるかと思いますので、この辺のポイントをですね、押さえて実際に練習していってみましょう。それではですね、今回2つちょっとご紹介したいんですが、1つ目はですね、2つのオブジェクトをいろいろな角度で書いてみようっていうのが1つ目の練習となります。これオブジェクトって書いてますが、これ何でもいいです。ここに机みたいなのと、タンスみたいなのを持ってきましたが、これじゃなくても、ただの四角でも、最初はね、四角でも全然大丈夫です。もう四角をですね、いろいろこう、切ったり貼ったりすれば、家具とかね、すぐ作れますので、まあ、基本的なのは四角なので、まず最初は四角からね、始めることをお勧めしますが、まあ、こういう二つのオブジェクトを書いて、それをいろんなところに配置してみようというやり方ですね。やり方としては、アイレベルと VP を決めてあげましょう。で、次に配置しましょう。以上です。すごい簡単ですね。本当に簡単なので、実際にやってもらいたいんですが、ここにですね、ちょっと書いてきたものがありますね。こんな感じでね、ちょっと書いてきてるやつなんですが、こういうのをね、書くときに、ポイントとして一番最初、どうやってね、やっていったかというのをちょっと説明したいと思います。まずですね、アイレベルっていうのを決めてあげます。これは目の高さだと思ってください。アイレベルですね。なので、まあ、この風景はどの辺の高さから見てるんだろうかっていうのを設定してあげて、例えば160センチぐらいの人が見ている風景を描きたいんだったら160センチぐらいに持ってくるとかですね。そんな感じの考え方で大丈夫だと思います。どれぐらいの高さで見せたいのか。まあ子供が見てるんだったらね、下からちょっと下げてあげたりすると、それの年齢に応じたですね、背景も描けますので、どこかにとりあえず置いてあげましょう。これね、いろいろ置くことで勉強になりますので、別に最初からね、どこがいいかわかんない、何センチの人が見てるのかわからないとかでも考えなくていいです。とりあえず引けばいいです。
どこでもいいから引きましょう。横に線をパッと引けばそれで OK です。その後に VP っていうのを決めるんですが、これは消失点というわけですね。この消失点に角からこう奥行きの線が引っ張っていかれるというものになるんですが、これもどこでも大丈夫です。ただし、Iレベルの上に VP は作っていってあげてください。なので、ここに最初に線引きましたね。線引いたので、そこの上にもうでっかくていいです。ボンと1個ね、丸いのを置いてあげてください。これが VP です。ここまで決めたら、あとは、ここの VP からまあどこに引っ張ってもいいんですけど、どこかにさっきのこのオブジェクトっていうのがね、出てくるんだろうなっていうところを考えてあげて、じゃあちょっとこの辺の、もうこれもね、最初本当に何でも、大体でいいです。もうこの机の幅とかね、決まってないんで、まあ大体これぐらいの机の幅にしようかな。で、この今ね、作ってる奥行き。この奥行きももうね、適当でいいです、最初は。もう適当にこう引っ張ってあげてください。そしたら、これが天板になるんですね。この机の天板です。これね、真横から見たら天板ないんですが、やっぱりこう上からちょっとね、見下ろしてる感じになりますので、その場合はやっぱりね、天板というものが存在します。なので、天板を書いてあげましょう。で、これが基準になりますので、基準としたものを書いた後は、この机についてる足を書いてあげて、で、こっからここに引っ張ってあげるんですね。こんな感じで、一点通しですね。こう、勉強した、なんとなく作り方分かったよって人はね、大体分かると思いますが、全部奥行きに行くんですね。で、ここで気をつけてほしいのが、この線、今引っ張ってる線は消さないようにしましょう。この線で消さない。なんでかっていうと、分かりやすいからですね。この奥行きの方、どこにどの線が出てるのかっていうのがね、分かりやすくなるので、こんな感じでね、この足も線を引っ張ってあげる。で、見えてない部分も書いてあげましょう。見えてない部分も、こうやって書いてあげます。これ、わかりますかね？この部分は、この机の幅ですね。この机の幅が、この机の幅ですね。だから、ここの後ろにもこう入ってるよ。本当は見えないんですけど、ガラスだったら見えますよね。例えばこれガラスだと思い込んで書いてあげることで、こうやってね、引っ張ってあげることができると。で、これが足になったわけですね。こんな感じでですね、もういろんなところに引っ張ってあげると無数の線ができるんですが、まあ、その無数の線を使いながら、テーブルをね、まず一脚作ってあげましょう。で、全部書いた後は邪魔なハースラインだなって思うところは消して大丈夫です。まあ、途中でね、消してもいいんですけど、まあ、一点通しの場合はですね、消さなくていいかなと思います。特に最初はですね。二点通しとかだとね、いっぱいになっちゃうんで消してもいいんですけど、一点通しは、ね、できるだけ消さない方がいいかなと思いますので、まあ、消さないように、ね、最初はやってみてください。で、もう一個、このね、タンスも作りましたので、タンスをどこかに置いてあげます。これ別にどこでもいいです。この辺でもいいですし。ですが、まあ、今回この横にちょっとね、置いてあげましょうかね。置くことになると思うんですけど、後ろの図がちょっとおかしいですね。で、これも一緒ですね。これも一緒で、もう線を引っ張ってあげて、見えないところも引いてあげる。で、こう高さをね、ちょっと決めてあげて、ちょっと後ろからいこうかな。あとは、もう横のね、棚の高さもこうやって決めてあげて、あとは、厚みをつけたい場合は、こうやってね、厚みをつけていってあげましょう。と、こんな感じでですね、単純な箱の形を作ってあげて、そこからもう線をもうね、いっぱい引っ張ってあげて、まあ一点通してここに収束してるんだなっていうのをしっかり体でね、覚えてあげてください。こんな感じですね。こんな感じで書いてあげると、まず一つ目の一点通しで終わりました。で、これをですね、同じやつを次は違う角度で書いてあげて、で、これですね、こっちの青いやつみたいな形で、今度はアイレベルを下にしてあげて、下から上にこう引っ張ってあげるような感じで書いてあげると、なんか雰囲気が違いますよね。で、これを書くことによって何がいいかっていうと、オブジェクトを置いた時の VP の場所、アイレベルの位置、例えばこれは見下ろしてる場合だと、あ、こんな感じの絵柄に見えるんだ。で、見上げてる場合だとこんな感じの絵柄に見えるんだっていうのをですね、自分の中でなんとなく覚えていくんですね。で、覚えていくことによって、このイラスト見上げた感じで描きたいなって時は、あ、例えばアイレベル下に下げて VP あの辺に置いたら、
こんな感じで絵が描けたな。ってのなんとなくでいいんで。ざっくりした形でいいんで覚えといてあげると、もうすでに最初からね、ここに自分のイラストを描くときにアイレベルを設定できるんですね。なので、こういろんな場所でいろんなオブジェクトをいろんなアイレベル、いろんな VP で描いてあげることによって自分の中の引き出しをですね、増やしてあげるっていうのにつながるかなと思います。僕の場合は四角だったんですけど、四角をですね、ひたすらいろんな場所に描いて、四角いっぱい描いて、あ、これちょっと面白く見えた。ただの四角なんですけど、場所によってですね、やっぱり見上げてるとすごい面白い感じになったりとか、土正面にあるよりちょっとね、動きが感じるなとか、そういうのがね、なんとなく思ってくるんですね。それを思ったら、あ、じゃあこれをちょっとイラストに活かそうかなとか、そんな感じで活かすことができたので、結構ですね、この同じオブジェクトをいろんな角度、いろんな場所に置くっていうのは、自分の中のこう、なんて言うんでしょうね。自分の中のこのパース 3D 空間のこうね、動かす感じの空間把握能力を鍛えるのにもつながるのかなと思いますので、一つ目はこの二つのオブジェクトをいろんな角度で描くっていうのをおすすめします。ぜひですね、やってみてください。でね、なんとなくの形でも全然大丈夫なんで、もうね、きっちり絶対合わせないといけないっていう、ね、わけじゃないので、まあなんとなくね、で大丈夫だと思います。とりあえず形どれぐらいのサイズでどれぐらいの高さで見えるのかっていうのを押さえておくことが大事かなと思いますので、ぜひやってみてください。あ、そしてもう一個の練習方法ですね。もう一個の練習方法は、今度ですね、カメラを意識して描くっていうのを意識してあげるといいかなと思います。これもですね、先ほど上で言ったように空間把握能力、この頭の中で 3D 空間を動かすようなイメージにちょっと近いんですけど、上面図っていうのをこうね、用意してあげましょう。まあ、今回室内ですね。実は上面図を用意してあげて、これでですね、カメラを決めてあげます。例えばこっち側から見てるような絵を描きたいな。右下から見てるような、左側から見てるようなカメラっていうのを考えてあげます。で、それを一点通しにして描いていくんですね。これ、ね、難しいって思うかもしれないですけど、あのね、あんまり考えなくて大丈夫です。なんとなくでいいんでね。まあ、いつこの辺、机、ここでね、いつこの辺、机、この辺、まあ、奥にタンスあって奥に本棚あるな、みたいな感じのもう、なんとなくざっくりで大丈夫なんで、ぜひですね、とりあえずチャレンジしてみてください。ちなみにこの斜めに置いてるのが2点通しなので、これはね、無視してくださいね。1点通しなんで、この4つですね。4箇所からかけるといいかなと思います。でですね、ちょっと作画例としてちょっと持ってきたのがこんな感じですね。これはこの下の方のカメラですね。机と椅子とタンスと本棚を入れて、で最初に言ったようにアイレベルを決めてあげます。今回だいたい真ん中より上のぐらいですね。のところにアイレベルを引いて、そこからどこかね、この辺にこうシュッと収束してるんですね。VP を決めてあげて、そこからもうね、全部引っ張ってるだけです。簡単に言うと。で、重要なのが、これを見ながら、机はこの辺だったな、椅子はこの辺だったな、タンスはこの辺だったな、本棚はこの辺だったなっていう形で配置をしてあげることで、1枚のイラストですね、描くことができます。これ例えば、横から見てる場合だと、これがね、90度回転した感じ。タンスが手前にあって、奥の方に椅子、机、で、この横に、の奥に本棚があるような感じでですね、同じような感じで描けますので、これをですね、やっておくと、これもですね、こう自分の中の空間把握能力とか、あとサイズ、これはサイズ感を気にした方がいいですね。机はどれぐらいのサイズ、椅子はどれぐらいのサイズですね。そういうサイズ感の練習だったりですね、どういう空間に重なったらどういう感じに見えるんだろうとか、その辺を勉強することができると思いますので、これもですね、僕結構不動産の引っ越しの本とかで間取りがいっぱいあるじゃないですか。あの間取りを見ながらこういうのをして遊んだりしてました、昔は。なんかいろいろね、変なことばっかり書いてたんですが、これすごいね、面白いんで。まあ、面白いって思う人それぞれかもしれませんけど、僕はね、これすごい面白かったんで、間取りのね、こういうイラスト描くの大好きなんで、もうね、すごい楽しくやってたんで、ぜひですね、皆さんもやってもらえればと思います。というわけで2つ目はカメラを意識して描くっていう練習方法になりました。はい、というわけでですね、今回は一点通しのおすすめの練習方法を紹介してきました。一点通しかなり基礎のね、まあ、簡単だよって思われる方もいると思うんですが、まあ一点通し実はね、簡単だとしても奥深いんですね。こう見せ方によっていろんな見せ方ができますので、ぜひですね、一点通し最初にこう習得して、それでいろいろね練習をして、まあ、次のパースだったり空間の把握にですね、役立ててみていただければと思います。ぜひ楽しんでね、パース書いてみてください。今回の動画が良かったり参考になったりという方は、ぜひチャンネル登録、高評価の方よろしくお願いします。あと通知のベル押していただけると嬉しいです。ウェブサイトやっておりますので、ぜひ概要欄からご覧ください。SNS もやっておりますので、フォローしていただけると嬉しいです。僕のイラストも販売ともしておりますので、下の概要欄からご覧ください。メンバーシップも募集しておりますので、下のメンバーシップのボタンからご確認ください。それではまた次回の動画でお会いしましょう。はい、イラストレーターのアリでした。さようなら。